GHQ の実は資産があって、その資産がすごいたくさんあって、それを秘密で貸しますよ、うん、どう考えても引っかからないでしょっていう。コロワイド VS 週刊新潮 M 資金詐欺。はい、これはね、今日ちょうど撮影する時の週刊新潮に、まあ、そういう記事が出てびっくりして読んだんですけどね、はい、このその解説をする前にちょっと外食の6月が出てるんで、はい、そこからちょっと話したいと思いますね。外食の6月の数字が出たんですね、うん、これはやっぱり皆さん注目してたと思うんですけど、はい、ワタミが4月5月は占めてたわけじゃないですか、はい、で6月がどこまで戻すかと、ほう、まあ、居酒屋が難しい、一番厳しいと言われてますね、大きい居酒屋が、大箱の居酒屋が、はい、結局 30.9% ですね。ほう、7割減、3割しか戻してないってことですよ。これはまあ結構危機的でしょうね。ワタミだけが悪いんじゃなくて、チムニーも、チムニーって花の舞とかやってる、はいはいはい、あそこも 41% だから、お、6割減、まあ、安い居酒屋にはそこそこ入ってきたのかなと思いで見てるんですけど、やっぱりね、チェーンの大きなとこはダメっぽいですね。へー。唯一検討してる数字なのが鳥貴族、ほう、これは 73.2 だから、これをほぼほぼ戻してる。日経にもね、あの大倉社長がまあいろいろ頑張ってるという、あのこういう形でやってるという記事が先日出てましたけどね、7割あればなんとかやれるっていうところが多いんですよね、うんうんうん、だからもうこの 30% とか 40% とかは論外で、うん、外食全般としては非常に厳しいと。でその中で今、まあ、週刊新潮が取り上げるぐらいの話題になったのが今コロワイドと大戸屋ですよね。どういう感じで取り上げられてるんですか、やっぱりまあ M 資金詐欺というのが 今回新しく出てきて、あ、まあその前にね、はい、このデイリー新潮というのがあるんですけど、このデイリー新潮がこれまで再三ですね、このコロワイドを結構叩いてきたんですよ。ほうほうほう。デイリー新潮に、まあ、記事が ありましてね、細野雄二さんという方ご存知ですか。カルロス・ゴーンの時にたまにちょっとインタビューとか出た方なんだけど、はい、細野雄二さんという、もともとはあの会計士なんだな、の先生で、まあ、その方が書いた記事で、まあコロワイドがですねのことを、まあ、叩いてるわけですよ。ほうほうほう。粉飾決算だと。へえ。で、要はのれん代とかそういうところを含めてね、約900億近くの、この疑似資産があると、まあ、そういう記事をですね、この細野さんというのがデイリー新潮で5月4日、6月15日、6月29日、7月6日と連続で書いたと。ほう。それに対して今度はコロワイドがですね、IR を出しまして7月の6日に、新潮社による当社のに関する虚偽記載と注意喚起のお知らせと、本日新潮社は細野雄二氏及び同社編集者による記事を掲載しておりますが、連結決算に関する看過しがたい虚偽の情報を含んでおりますと。そこで反論ですね、うんうん、これはもうきちんと会計基準に合ってるということを出て、で最後にですね、なお同記事においては細野雄二氏を会計士会のレジェンドと評しておりますが、同氏は2004年キャッツ有価証券報告書、虚偽記載事件により逮捕起訴され、懲役2年執行猶予4年の刑が確定するとともに公認会計士登録を抹消されておりますとこれで結んでるわけですよ。コロワイドの決算が虚偽粉飾だとについて書いたこの会計士会のレジェンドという方の、まあ、過去を粉飾決算でと捕まってると。なるほどね、うん、だからこの人詳しいのかもしれないけどね、うん、まあ、ただこの細野さんはこれについてはこのキャッツの事件ってまあそこそこ有名だったんですけど、一切これはもう冤罪だって言ってね、完全に判決は出てるんだけど、はい、完全に冤罪だと、自分はもう全く非は認めてないということで反論はしてるんだけど、まあでもこれは完全に今この新潮社とはコロワイドとバチバチやってるわけですね。なるほどね。でその中で今日の発売の週刊誌でコロワイドの会長が、まあ、32億って数字出てるけどね、の詐欺にあったと。 M 資金、それもね大昔から、まあ、何回も出てくるんですよ ね。結構大きな会社の社長が引っかかったという噂は流れたり、うん、まあ、実際引っかかったという人もです、ね、よくわからない方はね、 M 資金詐欺とかでググれば出てくると思うんですけどね、うん、GHQ の実は資産があって、その資産がすごいたくさんあって、うん、それを秘密で貸しますよ。どう考えても引っかからない
でしょうっていう。もう典型的なあの黒詐欺に出てくる話です、うん、全て先振り込みは良くないわけですよね、うんうん、だからどう考えてもこれは怪しいお話なんですよ、うん、まあ、過去に何度もこういうふうに記事になってるし、うん、コロワイドスの、会長さんの社内報が、うん、もうドイツもこいつもアホばっかだバカばっかだちゃんとした教育受けてこなかったんじゃないかっていうふうに社員をアホ呼ばわりする独裁者の金字塔的アホ伝説っていうのがつまりこの従業員にアホバカ言ってるのに自分は32億円騙されてるじゃないかとしかもベタな手口でっていう記事なわけですね、うん、そうそうそう、コロワイドの広報は何も答えてないね、うんってことは本当なのかなかなとも思っちゃうけど、でも何も答えてないって言ってるのは、うん、あの報じてんだこれ慎重の方だから、うんうん、まあ分かんないけど ね、まあただ32億っていうのはとんでもない金額だけど、コロワイドの会長だったらあり得る金額なんですよね。うん、そのぐらいコロワイドって儲かってる会社なんですよ。うん、まあ今やっぱコロナでちょっと今回の決算はね悪いけどね、それがどこまで粉飾か知らないけど、あながちデタラメな記事にも覚えないんですけど、まあ分かんないですけどね、コロワイドはここから反論するのかもしれないけどね、数千億円貸しますと、いろんな優遇がありますよと、うん、選ばれし人しかこれの話はないんですよと言われて着手金で先に32億円振り込んでしまったと、そういう感じですね。そんで32億円払えばあの数千億融資とかもらえると思ったら振り込まれなかったっていう詐欺ですよね。そうですね、選ばれし人である説明がやっぱりすごいんだってみんな言いますよね。お父さんが社長っていうか作った会社なんだけど、大きくしたのはこの人だからね。それだけもう叩き上げですよね、うん、お金に緩いなんてことは絶対ないわけで。そうですよね。でもやっぱこの M 資金はね、過去何度もあるから ねやっぱ上手なんだね、うん、僕もその説明受けたいな、ね、まずそういう話を持ってこられるだけの男になりたいよね。まあただこれ今ね、これコロワイドは大戸屋のね TOB に必死なわけですよ。まあでも言ってみればそれ潰しの記事だっていうことも言えるわけなんですね、まあ、そういう力なのが働いてるのかもしれない。だその慎重に、まあ、これは完全にこの大戸屋側についてるわけですよ。コロワイドの中小記事をどんどん出していくっていう感じなのかもしれないですね。着々とこの TOB に向けて進んでるんだと思いますけど、今日の株価見たら大手は2800円かな、1900円ぐらいで、まあググッと上がって、一応その僕の見解ではやっぱり TOB に成立に近づいてると、この記事を読んでも思いますけどね、うんうんうん、何よりねもう本当この今回コロワイドの出方というか見てると、絶対に大手を買ってやるという、まあ、執念というかね、もうどんなことあっても買うっていう感じにしか見えないんですよね。もしこれで TOB が成立しなかったら買い続けてっていうことまで言ってるから、絶対に譲らないっていう感じなんじゃないかな。それでも、でも世の中的には僕何人かに聞くと、まあ、詳しい人も含めて、いや成立しないんじゃないって人の方がちょっと多いんですよ。へー。その理由はね、大戸屋の株主って結構個人の大戸屋ファンだって言うんですよね、はい、へー。いや僕もね、珍しくフランチャイズチャンネルでしっかり語ってるねってコメントに書かれましたけどやっぱり大戸屋好きなんで、うん、守りたいっていう、うん、そういう株主さん多いんじゃないかな。そういうファン株主が多いので、うん、その比率が極めて高い、ここまでは事実だと思うんですよ、うん。コロワイドがどんなプレミアな提案をしてきても動かないんじゃないかという説も結構いらっしゃいましたね。ただ僕はそれはないと思うんですよね。まあ大戸屋のファンだとしても株買ってる人ですからね、株はファンだから買うっていう人もいるのかもしれませんけど、株を買ってる人なんで 40% のプレミアムがついたら売るでしょうね。けどこれでさ、うん、成立しなかったらいい話だよね。成立しなかったらね、やっぱりみんな本当に大戸屋を愛してるというか守ろうとしてるってことだよね、うん、ということになってね、うん、まあそうですね。ただここで、まあ、一応これはフランチャイズチャンネルなんでね、はい、フランチャイズの話なんかどこも出てこないですけどね。うん、でもやっぱりコロワイドが買収に成功し TOB に成功したと、ええ、なったらやっぱりいろいろ変わるでしょうね。いやもう本当味が心配、それだけ。もう本当、うん、でも僕も大戸屋は、結構行った口なんですよ、はい、うん、吉祥寺に随分僕が東進の時代にもできてたからね、そのままの味が全部ね残されるなら僕はいいんですけど、そんで効率化されないんですけど、うん、なんか心配。
まあ、フランチャイズのオーナーもね、株主以上に創業者の見積もりさんを慕ってた人が多いと思うんだよね。うん、だよね。自己資金突っ込んで朝から晩まで働いてるんだもんね。そうですよ。これは愛あるよね。で、うん、まあ、あのバイトテロ事件とかも起こったけど、うん、バイトが大変なわけですよ。そうですよね。うん、そこをやっぱり大戸屋愛を語って、うん、やってきた。まだやっぱり大戸屋のチェーンっていうのはフランチャイズ率の方が高いんで、直営もありますけどフランチャイズの方が多いです。へ、だからこれは一応このフランチャイズチャンネルでね、長く語るべき話題だとは思うんです。うん、うん、ここはこれでコロワイドの TOB が成立して、そしてフランチャイズに、まあ、新たなこういうこの指針が示されね、うん、それでまあ次のステージに上がるっていう方にかけてるんですけど、うん、でもなかなか難しいのかな。まあ確かにオーナーさんは心配してる人の方が多いですよね。あ、それはそうだと思います。ね、コロワイドさんに、ね、買われちゃったらどうしようって思うけど、けどその大きな変化を乗り越えて進化して皆さんの収入が上がるといいですよね。効率化されてね、やっぱ赤字ですからね、大谷さんね、うん、なんとかしたいですよね。うん、まあ、あの一応これからまだこの TOB まで、はい、いろいろこれ続くと思いますし、まあ、これはあのコロワイドは新潮を訴えるって言ってるけど、まあ、新潮もどんどん記事出してくるんじゃないですか。だろうね。うん、まあ、僕としてはここまで来たら成立してもらって、半年後ぐらいに食べに行って味が変わってんのか雰囲気が変わったのかを判定したい。ほんでやっぱコロワイドに買われちゃ良くなかったとか、うん、いや買われて良かったっていうことを言いたいな、どっちかっていうと、はい、そのチェックをしたいです。じゃあ、はい、そういうことでまた続報あるでしょう、これはね。はい。